こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、ジャスのミニイヤーペンモデルのレインボーシェーブを紹介したいと思います。はい、今までアリチンレインボー、ジャル六角コレクションのレインボーシェーブを持ってます可愛いですね。はい、ジャスの特別図書機です。おー、いいですね。今回はこれのミニイヤーペンモデルです。はい、じゃじゃーん。おー、ジャスの、はい、レインボーシェーブですね。はい、ミニイヤーペンモデルです。おー、レインボーシェーブいいですね。はい、これ組み立て図です。おー、垂直とあとは垂直尾翼だけですね。はい、おー、かわいい。はい、注意事項です。はい、あとはこれがないですね。おいいですね、中国製です。では、じゃあ早速開けましょう。開けたいと思います。こっちから、はい、1、2、3。おー、かわいい。ちっちゃくて違うですね。はい、おー、機体番号は、はい、JA8977 です。おー、かわいいはい、あ、こういう感じですね。はい、下はこうなって、ランディングギアもついてます。いいですね。はい、ということで、では、はい、今、あ、じゃあ、と、おー、これからちょっと、はい、組み立てたいと思います。はい、じゃじゃーん。おー、ジャスのレインボーセンサーが完成しました。おー、いいですね。かわいい。本当によくできてますね。おー、ミニイヤーペンモデルなのに、結構、おー、まあ、ちょっと塗装が少しは、ね、足りてないけど、お、全体的によくできてる。あの、おー、ジャス。いいですね。おー、このデザイン好きです。特別塗装機です。はい。じゃあ、じゃじゃん。おー、はい。じゃあ、旅客機コレクションのレインボーセブンです。はい。同じですね。結構。はい、綺麗にできてますね。こっちも下も、おー、はい、こっち、おー、もう本当にリアルで、そうですね、あ、ランニングギアが多いんで、まあ、こっちは、はい、ミニエアプレンなので、おー、おー、同じですね。おー垂直尾翼も、おー、いいですね。はい、じゃあ通常の塗装は当時はこう感じですね。イエス、おー、これが特別図書機です。はい、創立70周年でのその、はい、特記念の特別図書機です。ではちょっと、はい、ジャルオケコレクションの冊子をで紹介します。はい、じゃじゃーん。おー、ボイン777の200ですね。おー、レインボーセブンです。機体、おー。では、じゃあ、紹介を見たいと思います。おー、ジャスは、この777、羽田に到着の1997年です。この1月ですね。おーと、まあ、これから、これまでのジャスの塗装、まあ、と大きく、水上塗装と大きく違って、大きな話題を呼んだ。この特別塗装のデザインが世界初となるインターネットによるデザイン公募で選ばれたものです。当時、北海道に住んでいるその中学生少年のデザインが採用されています。レインボーセブンです。はい、外装以外にも内装も客席も、はい、大きく、まあ、レインボーシートと呼ばれても上位のクラスがあります。では、じゃあレインボーシート見ましょう。はい、じゃじゃーん。はい、おー、777のクラスは3クラスですね。3つのクラスを分けています。で、レギュラーとレインボーと、あと、はい、上位のクラスですね。この2つはレインボーシートです。はい、じゃじゃーん、レインボーシートです。おー、特別クラスのレインボーシートです。この感じですね。はい、いいですね。乗ってみたいです。はい、おー、レインボーシート、スーパーシートとレインボーシートと、あとレイクラシートですね。3つのクラスで。
分かれてます。はい、これはスーパーシートです。おお、これはレインボーシートです。はい、通常のシートはこれですね。こんな感じです。あいいですね。はい、おお、はい、かわいい。で、この機体は777の200ですね。1990年から導入されて、一旦2004年にジャスとジャルの統合で、このレンボー7の塗装が終わって、で、普通のジャルの塗装になりました。2004年からジャル機として飛んでいます。で、待機は2020年です。おつい、ね、3年前に待機したばかりの機体です。その後、アメリカの航空会社に売却されました。今アメリカにいます。あ、かわいいですね。お、左右非対称のデザインです。お、結構アリキンを好きです、レインボーセブン。かわいい。はい、ということで、では今からターンテーブルで展示します。ジャスのミニエアプレーンモデルのレインボーセブンです。お、機体はボーイング777の200ですね。お、かわいいです。では今からプチジュラマで展示します。はい、ここのプチジュラマです。今ジャスのレインボーセブン機がこれから離陸します。おー、とても可愛い特別塗装機です。以上です。アルチンちゃんでした。今回はジャスのミニイヤーペンモデルのレインボーセブンを紹介しました。はい。ジャスの特別図書機ですね。ジャスの創立25周年を記念としたその特別図書機です。はい。レインボーセブンです。かわいいですね。機体に虹が巻かれてます。おー、とてもいい。下までぐーっとぐるっと回って、で、はい、ここに垂直ビューイックまで書いてますね。ジャパニーアシスティング。これは、このデザインは左右非対称です。当時はとても珍しいですね。北海道の中学生の方がデザインした、はい、デザインです。おはい、97年から2004年までの塗装ですね。その後、はい、ジャスの、ジャルの塗装になりました。とてもかわいい。特別塗装機。ということで。では、はい、今から、チャンネル登録お願いします。またね。バイバイ。